はい、今日も実況プレイやっていきましょう。あまりでも勝てないんで、逃亡杯優勝構築を持ってきました。334。なんか別に僕あのパーティーレート1900とかでも勝てたんだけど、よくわかんないですね、ポケモンは。お相手のパーティーが、ポリゴン Z、ブルンゲル、ガブリアス、ジャローダ、クチート、ファイアローですね。これはまあ、カバドリでいっていいんじゃないかな。カバドリバナか、カバドリハッサム。どっちでもいいな。ポリゴン Z ってほぼほぼ、あーでもわからんな、正直。まあ、カバドリでいいでしょう、カバドリ。ハッサムでもいいんですよね。だからジャローダをまあ、メザフォロのジャローダじゃなければハッサムだけど、メザフォロの場合ブルンゲル。ブルンゲルじゃない、不思議花。不思議花でいいか、別に。カバドリバナで行きましょう。まあ、基本戦士ですかね、このパーティーの。はい、対戦よろしくお願いします。ブルンにもまあ、バナの方がまだ強いんで、そんなめっちゃ強いわけじゃないけど、バナも。あ、また丸してない。いや、なんか今日画像が荒いな。カワールドム、ドリューズ、不思議花。相手のパーティーが、ガブリアスか。オッケーオッケー、これは悪くない。丸でかすぎたな。未だに丸が慣れない。ここはアクビクアリ、いや、ステロだけ巻くか、先に。やつが嫌なんで、アローがね、一番憎いんで、このパーティーで。このパーティーじゃないけど。パナゴ出たすべではね、アローは相当うざいので、捨てる、相手も捨てろか。それでまあ、変わると、じゃあ、ドリューズの、助けはなくなりましたね。じゃあ、自信でガブ削っておきたいな。こう引いてくる可能性あるけど。引くとしたら相手誰なんだろう、ジャローダか。まあでも自信でいいですね。ジャローダに引いてきたら、そのタイミングで、バナ投げればいいし。ここはガブを自信で削って、ドリューズの素自身で落ちる圏内まで押し込めたい。しかね、一回カバノの、カバの地震プラスドリの地震が確か乱数で落ちるんですよね。引いてきたか。ファイヤロこれ投げてくる。マジ？いや別にいいけど。これ相手引けないですもんね。引けないから羽休めコンリピカだけど、僕ガンプー持ってるから、何にしても、とりあえずここはガンプーではいたんですね。僕がなんか引くと思ったのかな、何かに。でも何に行くにしてもあんまり、あ、ハッサム引きを考えたらアロゴはいいけど。まあでも多分これ引きを考えたことじゃないと思いますね。もうステロ巻かれちゃったから、アロー投げるならここしかないとか。あー、そういうやつか。誰？誰が早くなるの？待ってこれ。ネガガブとかじゃないだろうな。いやでも、ステロ巻いてきたし、ネガガブじゃさすがにないでしょ。で、アロー突破。待って、あ、丸つけてなかった。はは、待って。で、アロー突破。これ、罰つけるんでしたっけ？ペリカンさんって。アロー突破。丸つけ全然覚えらんないで忘れちゃう、普通に。で、なんだろう。ジャローダだったらバナー投げればいいでしょ？なんかスカイプがめっちゃ鳴ってるな、後で反応しよう。あー、追い風ポリゴン Z か。これ騒ぐがあるんだっけ、こいつ。だからあくびはあんま意味ないのかな。ガンプーしてやろう。ガンプーしたらドリスの方が早いでしょ。騒いでいくんじゃない？なんか騒ぐって眠くなくなる、え？眠くならないんでしたっけ？わかんない。けどなんかあくび対策で騒ぐをするって聞いたことあるから、多分眠らないんだろうな。騒ぐですよね。それで一発は耐える慎重だし、慎重だから一発は絶対耐える。オッケーオッケー。9勝敗。ここドリューズ投げるべきだな、砂ターン的なあれでも。でドリューズ、なんでポリゴン Z の騒ぐを考えよう、ダメージを。ポリゴン Z 控えめと考えて、 HC 控えめ騒ぐ。あ、待って、ダメキついに入っちゃいました。時間大丈夫か？ 36 秒。あー、ダメだ、計算できねえ。耐えてくれ。さすがにあれでしょ、半減だし。だって、ラキのメガネ流星耐えるんだから、それで耐えるだろ。その指数はなんかおかしい気がするけど。
あ、全然耐えた。全然耐えましたね。で、ここは、地震でいい。あ、相手これ引けないんですよ、確か。だから地震でいいですね。OK、で、これ 4Z 処理。あ、丸つけてなかった、また。こっち、忘れちゃうな。よくあの人いつも毎回こんな丸つけてやられたな。あとガブですね。これは、ドリルの地震プラス、バナのギガドレインとか倒せるはず。ガブリアス、はい。で、ここは地震でいいですね。どんなもんだ。あ、いいダメージですね。地震。これギガドレインで絶対落ちますね。で、うちの場の相手のガブが一撃で落とすのは不可能。だから、ギガドレインで勝ちですね。あれ、スナタン、残った、あ、これ別に死に出してよかったかな。死に出してよかった説あったな。冷静に考えたら。まあ、いっか。勝ちは勝ちなんで。なんか、スナタンここで切るかと思ったら、ちゃんと数えてなかったわ。許してください。で、ギガドレインと、激励今、これ耐えますね。うちのバナ HP 満タンであればガブの激励2体できるまで耐久振ってあるんで、これ全然入んないですね。全然ではないけど、まあ耐えますね。はい、対戦ありがとうございました。まあ戦術は噛み合ってましたね、結構。では対戦ありがとうございました。ちょっと次は丸付けし忘れないようにしよう、ちゃんと。ちょっと待って。何かがおかしい。はい、はい、失礼しました。じゃあ次の試合やっていきましょう。結構忙しいな、これ操作が。多分その対戦後の編集はあんまないけど、対戦中の操作が意外と忙しい。丸つけたり、キャプし直したり。キャプめっちゃ汚いしな、僕の画面。The day has come。相手のパーティーチェックしていきましょう。これは砂結構通ってますね。相手のパーティーが、ガブリアス、ボーマンダ、ギャードス、ヒードラン、ニーフィアちゃん、ギルガルド、なんか抜かした？まあいいや。はい。ですね。砂通ってるなぁ。ただカバルドンから行っていいのかって話ですよね。まあいいか。カバルドン、ドリューズ、バナカハッサムですね。どっちの場合でも、あいつが辛くなる、ドランが。どうしよっかなぁ。バナの方がいいか。メガどっちが来るって言ったら多分ギャラですよね。ギャラがメガか分かんないけど、来るとしたら、ギャラのはず、うちのパーティーには。そこ考えたらバナかな。うん、これ行きましょう。まあ、単純に別にメガじゃなくても割とギャラって重たいんです、中で。そこに強めのバナで行きましょう。別にハッサンも弱くないけどね、あのギャラに対して。ただ強くもないっていう。ちょっとなぁ、カバドリがうまく消耗するとドリじゃない、ドラン突破できなくなるんで。ここは困りますね。ニンフィアちゃんは来てもそんな困んないかな。対戦よろしくお願いします。マンダはまあ、ステロ展開してしまえばっていうのはありますね。嫌なのが初手のガブのステロ巻きかな。それは嫌かもしんない。ギャラから来たか。挑発します臭が半端じゃないな。メガする気もするけど、どうだろう。挑発はされてから考えるって偉い人が言ってた。ステロで。アクアテール。ヤヤドスですかてか、相手のパンチこれ、ヤーティーかもしかして。ヤーティーかも、いや、ガブいるか違う、ガブいるか違う、絶対違う。騙されたとこだった、危ない、危な。騙されるかと思ったわ。でも、ガブ以外、焼けもんですね。ボブリアスはありえませんぞ。で、ここはバナを投げます。アクアテール。まあ、そんな入んないでしょう。
9勝。S 負けてますね。ここは、眠り込むチャンスですね。ボーマンダであればヘドロ爆弾でいいんですけど、ドランの場合は粉を当てたい場面なんで、ここは眠りゴマですね。キャラメガーじゃないっぽいよな。でもアクアテルってなんかパワーのある技ある打ってきたしな。でもゴツメアクアテルガルダってなんか、ガルダにそこそこやれそうですよね。そこそこにあくまで。ギルガルとか、防塵ゴブルとかダメなのかな。まあ、ヘドバック読みなのかもしれないけど、単純に。ダメであればもう一回打てばいいですね、粉を。オッケー当たる。さあどうだ。似てたらここはドリューズに引きます。ラムか。じゃあもう一回打ちます。まあそんなポンポン当たるわけないだと思うかもしれないけど当てますからね、後ろのバナは。自覚が違う。よーし。バナ一応取っときますか。これはブレードフォルムになるか、研磨してるかですね。あー、研磨してるな、これは。じゃあ、ドリューズ組んで。最速撃されると、こっちに辛いからな。やめてよ、寝てて、切実に。寝ててくれ。よし、オッケー。じゃあ、ここは自信できますか。キャラに引いてきても別にいいですね、こっち側からは。でもここ起きられてなんかシャドウクロウ影牛とかで奴隷が起きたらきついな。だから寝ててここも。ここも寝ててくれ。僕のために。頼むぜ。引っ込めた。ってことはギャラかな。ギャラに引いてきた場合でもステロが入るんでね。ニンフィアちゃん、あれか。霧か、これは単純に。自信。え、ギャラメガなのかな。ただこれは自信でいいですね。まあこれリニア腐ってるしね。バナーとドリューズじゃさすがに腐ってるな、これは。まあラティオ9体のニンフィアだったんですかね。初手ギャラだった場合ラティが浮かんないから。でもガルドもいるかな。わからん。まあスイ君とかの変色だったのかもしんないですね。で、ギャラドスが来る。メガギャラの説あるのかな？なくはない。ここはバナーですね。アクアテール2体は、いや、できるんじゃない？さすがに。地震とか打ってくる可能性がある対面ではあるけど。でも威嚇解除すれば上からもうね、制圧できそうな気もするんで。ガルドも寝てるターン次第みたいなとこあるけど。で、ここシギバーでしょ。あー、メガギャラか、やっぱり。でもこれ自信が一貫するようになりましたね。メガギャラのアクアテール2体は無理かな。自信打ってくるかもしんないし。アクアテール打ってきて、で、外してくれ。外せ！で、当てるね。あ、でも次、微妙なライン。でも自信は耐えないな、これ。ギガドレインかな。あー、なるほどね。これ耐えないかな。無理か。普通に偏りだしね。無理ですね。じゃあドリューズがうちあれなんですよ。助けなんですよ。だから一発当てて技耐えるんですよね。敵らに抜かれることもないし。ここは、自信ですね。身代わりはあれば最初のターンにしてきてる気がするんで、ここは自信でいきます。アクアテール、かわさない。はい。自信一発じゃ落ちないし、結局あれなんですよね。アクアテール食らうと、ガルドの、鍵打ち圏内に入るのは一緒なんですよね。で、多分ガルドがあれ、一発で自信で落ちないと思うんだよな。一応ダメ消しますか。あ、ダメ消できないかも。いや、できる。ちょっと待ってくださいね。だから、ここ、研磨一回舞うのもありなんだな。起きないことに祈るんであれば。
でも、切ることをケアするんであれば、なんか、なだれか、アイヘで一回ひるま、あの、ギャラをね、ひるませることを狙うべきなんだけど。うん、やっぱ落ちないと思いますね。あー、でもなー、ステロ2回入るしな、落ちるかもしれんな、やっぱり。159かもしれないし、HP。いや、でもここ、剣、なんか、打つか。結局、こっちに甘えるっていう。ひるんだら爆破だしね。ひるめ、急所。あ、かわせ。まあ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 、結局やることは一緒になったかな。じゃあ、剣舞と一緒じゃないけど。ひるまでやったら、剣舞が正解でした。あとは、ガルドが最速攻撃の鍵打ちで負けるのと、地震耐えられてもきつい。まあ、どっちもどっちじゃないかな。まあ、ステロがあの2回入るんで多分地震で持っていけんじゃないかなって予想があったんですよね。だから最速攻撃にも対応できる、サスケ残しをしたかったんだけど、どうですかね。地震で。寝てて。はい、おやすみ。おやすみなさーい。オッケー。ズルでしたね、完全に。わかんない。でもね、まあ、眠りたいのはな、平等だからな。神は平等ですね。はい、対戦ありがとうございました。ドリューズが強かったということで。これで2戦終わったかな。まあ、今日は両方勝ててよかったと思います。お疲れ様でした。あ、丸つけてない。